皆さんこんにちは、もしくはおはようございます、もしくはこんばんはです。今日はジャンクフードあまり体に良くないんですけど、一瞬健康だなって脳が思わせるようなおやつを作りました。用意するのはチキンラーメンとごま油、かどやがおすすめです。この油は低温でも固まらないので、体の中に入っても固まらるリスクが少なくなります。オリーブオイルは固まってしまいました。特に動物性油も固まりますので気をつけてください。で、人参ですね。こちらは100円ショップのスライサーでパスタ状になるものを選びました。そうすることによりチキンラーメンの麺と絡まりやすくなります。1本でだいたい4分の1ぐらい削られましたね。これがこんな感じなんですけれども、チキンラーメンの汁3分以上経つと吸い込みますので、それを吸ってる間にかなり吸ってきます。で、その上に乗せて、その人参の上からごま油をちょっとまんべんなく適量かけます。これは自分の好みにしてくださいね。で、よく混ぜ合わせますと結構しっとりしてきます。結構人参乗ったなって思うんですけれども、実際は人参4分の1ぐらいしか吸っておらず、まあ、残りはまたサラダとかシーチキンあえとか、もしくはサバの缶詰とかと、ま、混ぜてもいいですね。で、ごま油とビタミンのカロチンは吸収が良くなりますので、合わせて入れてみてください。あとブラックコーヒーが結構好きなんですけども、ビタミン C と取ると吸収悪くなるので気をつけてください。楽しくジャンクフードをちょっと気持ち健康的に食べる方法でした。以上マイメゼナブの楽しくジャンクフードを食べようのコーナーでした。プレイヤー X 口笛で吹いてたんですが、気になってたらすいません。ちょっと